アートギャラリー・オブ・オンタリオは、カナダのオンタリオ州トロントにある美術館である。日本語では、オンタリオ美術館とも呼ばれる。入り口のロゴアートギャラリー・オブ・オンタリオは1900年に、アートミュージアム・オブ・トロントとして創設された。1919年にアートギャラリー・オブ・トロントと改名され、現在のアートギャラリー・オブ・オンタリオとなったのは1966年のことである。 フランク・ゲイリー設計で内装、外観を含めて拡張工事が行われ2008年11月にリニューアルオープンした。紀元500年頃から現代に至るまでの芸術作品を8万点以上所蔵している。美術館の広さは4万5千平方メートルでカナディアンアートに関しては世界一の規模を誇る。コレクションの半分はカナダに関するものでトム・トムソン。 グループオブセブン、エミリーカー、コルネリス・クリー・ゴフなどの作品も含んでいる。また、過去から現在までのイヌイトやカナダ原住民たちの作品も所蔵し、その中には、ノルバル・モリソー、e n ジャクソン・バーディー、e n ケネワック・アシュバクが含まれる。また、ヨーロッパのアートコレクションも豊富で、細密画や彫刻、中世やルネサンス時代の装飾美術、ティントレットやルーベンス、 トマス・ゲインズ・バラ、フランス・ハルスといった巨匠の絵画、またパブロ・ピカソ、オーギュスト・ロダン、カミー・ユピサロ、クロード・モネといった近代の画家たちの作品もある。加えて、北米の中では最も優れた部類に入る、アフリカ美術のコレクションを用している。その他、フランツ・クライン、マーク・ロスコ、アーシル・ゴーキー、デビッド・スミス、ハンス・ホフマン、ジョアン・ミロ、マルク・シャガール。 アメデオモディリアーニ、マイケル・スノー、ジェネラル・アイデア、クレス・オルデンバーグ、ジェニー・ホルザーも所蔵。ヨーロッパと北米の写真のコレクションは4万点を超える。素描や版画も揃っており、ロバート・マザウェルのドローイングコレクションは世界一である。ミケランジェロのスケッチ、ベティ・ゴールドウィン、エゴン・シーレ、デビット・ミルン、フィンセント・ファン・ゴフホ、アンリマティス、ワシリー。 カンディンスキー、テオドール・ジェリコー、ポール・ゴーギャンも所蔵。彫刻ではヘンリー・ムーアのコレクションでも知られている。2015年にはフェミニスト・アート・ギャラリーがアーティスト・イン・レジデンスを務めた。ありがとうございます。